台湾の南西部では、毎年秋から冬にかけ、PM2.5 などの大気汚染物質の度、基準値を上回り、汚染原因の3分の、は、乗や自動車からの排ガスと指摘され、いて、対策が喫緊の課題となっています。こうした中、高雄市では自動車など、排出を減らすため今月から3ヶ月間が、A する路線バスの料金をすべて無料。強交通機関を利用する人が前の週よりも 3%、3000人ほど増えたということ、市としては期間中に1万6000トン、二酸化炭素を削減できると期待しています。